3名の代表権をかけて争っていただきます。カウントチェックは全社 OK。 さあ、それではこちらも上位5名紹介していきたいと思います。拍手でお願いいたします。まずは5番グリッドスタートチームデレスコ山口勝明選手、4番グリッドスタート夢浜 RC インタケシ選手、3番グリッドスタートチーム ATF 鈴木浩二選手、そして2番グリッドスタート和歌山蓮選手、そして TR グランプリ決勝 A メインポールスタートチーム ATF 杉浦亮選手。この5名を中心に6番グリッドスタートに安藤健二選手、7番手に岡本大輔選手、8番手に脇坂英二選手、9番手に森山ジョージ選手、そして10番グリッドに宮田充選手、全10台での出走4分間レースとなります。さあ、それではフライングには十分ご注意ください。それでは TRF グランプリ決勝 A 面4分間レーススタートです。ドライバーズオンザトーン、さあ、やや波乱のオープニングラップ、スタートからいいスタートを見せていったのはチーム ATF 鈴木浩二選手のマシン、ホワイト、レッド、ブラックのデュアルカラー。さあ、バックスイングオープンポーズ。さあ、少し差が縮まってきた。2番手にはポールスターター杉浦亮選手、チーム ATF。 さあ、同チーム争い、中央からバックステート少し離れて、7番、今の和歌山蓮選手が3番手の位置づけ、赤色のカラーリング。さあ、そして4番手夢浜 RC 林選手、森山選手、岡本選手、そして宮田選手、脇坂選手と続いていきます。さあ、レースタイムは1分20秒が経過している。鈴木選手、依然トップをキープ。さあ、バックストレート。さあ、杉浦選手、3番手の青山選手、少しミスがあって後ろとの差が縮まってきた。さあ、3番手争い、さあ、あと1人今出てきたら生えた。4番手のマシンでしょうか、7番、9番のマシンが4番手に上がってきた。さあ、前の岡山選手の差を詰めていきたいところ、 1.4 秒差。さあ、この中トップマシン、そして杉浦選手2番手、ホワイト、ブルーのカラーリング。さあ、ホームストレート、同期回る声、杉浦選手、鈴木選手、タイム差はコンマ4秒と縮まってきている。おっと、バックマーカー、そしてマーカーの間をスルリと抜けてきた。さあ、ハイレベルな接近戦、ホームストレート。さあ、杉浦選手仕掛けるか、それとも仕掛けないのか。さあ、同チーム争い、バックストレート、鈴木浩二選手。さあ、ベストラップはちなみに杉浦亮選手がマークしております。仕掛けるタイミングを伺っているのか、杉浦選手。さあ、このまま逃げ切ってしまうのか、鈴木浩二選手、2人の争いにもご注目。少し離れて和歌山選手も様子を伺える、このレース展開少し離れて、森山選手、カナバ9番も続いて、レースタイムは残り1分10秒。さあ、バックストレート。さあ、少し2番手、3番手の争いも近づいてきたか、これは4秒まで縮まってきた。さあ、鈴木選手、ここに来てペースを上げていくか、バックストレートを走行中。さあ、ここに来て、さあ、岡山選手のボールチャージ、残り時間は45秒。さあ、タイヤを温存していたのか。さあ、こういったレース戦力も目標で、さあ、上位3台がとても手ですね。さあ、これはペースを上げていきたいところ、杉浦選手、残
残り時間はあと25秒。ありがとうございます。さあ、上位3体はハイレベルな争い。このまま6秒の間に3体が通過していく。残り時間は浩司、これで3位、森山君か。選手が3番手、加藤選手、鈴木選手、脇坂選手。さあ、最終ラップ、波乱がありました。カナバ1番、杉田亮選手が決勝、A 面優勝。そして、和歌山蓮選手が2番手、ゴールイン。そして、最後は宮田選手がゴールインして、電車。浩司、当たったね。電車ゴールインです。コージとジョージコージとジョージコージがひっくり返ってジョージが上がったのね。さあ最後に首都波乱があってレース終了となります。さあこの後ですね、本日のレースこれで見て終了となりますが、結果確定コージ君何やってるんですか。そのお片付けの方をお進めいただければと。もうチーム同士そのままキープでよかったのに。はい、浩司さんが落ちてジョージが上がったのかな。あ、ジョージさん社外品ついてない。今度は大丈夫だ。大丈夫。ちゃんとチェックしたんで。いい仕事しとったよ。4番だよ、ね、いや5番です。5番かい。そんなね、最高してたら俺いけんだけど。素晴らしい。もうダメだ、もうどんどん見えなくなってる。あ、夕暮れで見えなかったってことでね。はい、浩司さんは暗いという言い訳してますよ。はい、というわけで本日のタミヤグランプリ全レース終了です。あー、なんかうるさいぞ。お、あれか、汽笛かこれ。これ終わったから空気読んでこのタイミングでレース中は鳴らさなかったね。さすが。いや、後藤さんレースどうでした。タミヤ代表、タミヤ代表。あ、初めての、まあ、タミグラ運営だったんですけど、まあ、すごい楽しかったっていうのがまず第一。運営として楽しんでるのもどうかと思うんですけど。ああ、ラジコン自体は楽しいよね。あ、そうですね、見ててやっぱりいろんなバトルがすごい繰り広げられてて、見てても楽しいタミグラだと思うんで、はい、お近くの方ぜひ明日お待ちしております。明日ね、僕も BBX 出るんでよろしくお願いします。お待ちしております。はい、じゃあ頑張ってね、タミヤの顔として。ありがとうございます。はい、お疲れさんです。はい、というわけで汽笛も鳴っていい感じでタミヤグランプリ本日終了です。明日もね、日曜日あるのでね、僕は BBX で出場予定です。いや、なかなかいいレースだったね。